遠城幹彦、人間動物園、4歳の子供が誘拐される事件が発生、家に盗聴器が多数仕掛けられており、犯人にあらゆる音を聞かれている可能性があるので、母親は警察に通報することも、家から出ることもできなくなった。この事件とは別に、とある政治家に1億円の贈収賄の容疑がかかっているという事件もあり、誘拐された子供は、実はこの政治家の孫であるとわかります。子供の身代金として1億円が犯人から要求されており、政治家の贈収賄容疑と誘拐に関連性はあるのかというのも焦点となっていきます。登場人物の何人かが何かありそうという思わせぶりがあって、それがめちゃくちゃ気になっていくという展開もあります。全体的に少しコメディ要素もあったりして、笑えるシーンもあったりしますが、誘拐の定義について揺さぶられることがあったりして面白い作品でした。